今回は痩せたい方におすすめな特殊なランジを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることでスクワットよりも効果的で通常のランジよりも効果的なやり方が分かってきます。動画を見ながら最後まで一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、代謝を上げるために大切な下半身のトレーニング、ランジの特殊な方法を紹介していきます。今回たったの20秒なんですけども、各足やりますので40秒になります。3セットやってしまうと足、膝、腰弱い方は痛くなる可能性があるので、今回は2セットだけ一緒に頑張ってみてください。痩せるために大切な下半身のメニューなんですけども、スクワットしてしまうと反り腰や半長膝、そういった方は前ももの疲れが取れなくて前ももが発達してしまったりします。そうなると足痩せしにくくなってスクワットをやめてしまう原因になります。そしてランジ、このランジなんですけど、後ほど紹介しますが、ランジの嫌なところがね、一つあるんです。それは後ろ足の前ももがストレッチされて痛くなる、これがねランジの嫌なとこなんです。今回これが改善できてますから、ランジを楽しく行うことができます。スマートフォン持ったままできるメニューなので、一緒に真似してやってみてください。それでは紹介します。このランジ、いろんなやり方があるんですけども、通常のランジ、まあ踏み出すランジもあれば、後ろに下げるランジもあります。今回はスタティックランジ、もう足を決めた状態からランジを行います。スクワットよりランジのいいところは、お尻が鍛えられて、体幹がね、ランジは身につきます。スクワットはももばっかり使うので、女性はランジがおすすめになります。しかしここでランジの嫌なところが、こっちのね、後ろ足の前ももが引っ張られて痛いんですよね。回数こなしていくうちに、もちろん前足も疲れますが、後ろ足が疲れる、これがね嫌なんですよ本当に。これを今回改善していきます。どうするのかと言いますと、後ろ足のつま先をちょっと外向けます。気持ち外向けます。通常後ろ足はまっすぐ向けるんですが、そうすると前もも痛いので、気持ち外向けてランジを行います。こういう方向がちょっと、こういう方向に後ろ足を向けて、前出し体重で股関節を引いて、ほとんど左足、ほとんど前足に体重を乗せてランジをします。そしたら後ろ足は全く痛くないんです。前足に負荷がかかってくるので、少ない回数でしかも効きます。これを各足20秒ずつ、ペースは任せます。ゆっくりでもいいですし、キュッキュッキュッっていう感じでもいいです。各足20秒、まずやっていきましょう。足のスタンスは割と広めにしてください。狭いとちょっと難しいので、広めにしてつま先を少し外向けて、前じゃなくて外向けてやっていきます。膝が前に出てしまうと膝上に効いてしまうので、前足の股関節を後ろに引いて、前足のお尻ともも裏の付け根を効かす感じでやってみてください。それでは20秒いきます。つま先外向けてスタート。こういう感じです。前足体重、つま先外向けてキュッキュッキュッといきましょう。少しです。あーもう効いてきた。あと少し効く。 OK、 よっしゃ。反対いきましょう。つま先後ろ足は外、前足の股関節を引いていきます。スタート。どうですか、後ろ足の前ももあんまり痛くないですよね。もし前もも痛い方はもう少し開いてください。しっかりね、前足のお尻に効いてますから。 OK、 よっしゃ。さあまた反対、2セット目いきましょう。あんまりランジしない方はね、後ろ足まっすぐ向けてみてください。前ももねめちゃくちゃ痛くなるんです。なので少し開いて2セット目いきます。スタート。しっかりね、前足と股関節引いてください。膝が前に出ないように、これぐらいのペースでもねいいです。
前足にしっかり体重、前ももね痛くないように外向けて、よっしゃ、オッケー。さあラスト行きましょう。スタート。よっしゃ、しっかりね前足体重、股関節引く、後ろ足は外、引く、ここに引く、ここに後ろに引く、よっしゃー、オッケー。お疲れ様でした。どうでしたか？ランジやったことある方は前もも痛いよっていうのは分かってると思うんですが、もしやったことない方はね、試しにやってみてください。今回のランジの方が断然前足に負荷があって、後ろの足があんまり痛くない。これがねめちゃくちゃねやりやすいと思います。もしねやってみてこのランジ良かったよって方はね、よかったらグッドボタンやコメント、そして SNS のシェアの方もねして、いろんな方にね紹介してあげてください。まあ、何ランジっていう名前はねもちろんないんですが、ランジ特有のね後ろ足の前ももがストレッチされて痛いっていうのが改善されたねランジになりますんで、何度も動画を見ながら痩せたいよって方はね、しっかりね負荷のある下半身メニューも欠かさずやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。